皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は沼津にあります東洋高校さんの学校見学会、こちらのお知らせをします。この見学会、対象は中学生とその保護者となっています。日時ですが、2023年10月7日の土曜日。まず受付が8時40分から9時20分まで、その後授業見学が9時40分から10時25分、学校紹介が10時30分から11時となっています。その後2つに分かれて個別相談が11時10分から12時30分、コース説明の方が2回ありまして、11時10分から11時30分と11時40分から12時30分、このようになっています。この間にミニコンサートが開かれています。時間は11時40分から12時30分、このようになっています。持ち物ですけれど、上履きと筆記用具、これを持参してくださいとのことです。申し込みは東洋高校さんのホームページの方からお願いしますとのことです。こちらのチラシお持ちの方は、ここに QR コードがあります。ここからも申し込むことができます。なお、当日会場には駐車場がないので、公共の交通機関、これを利用してくださいとのことです。今回は沼津にあります東洋高校さんの学校見学会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。